どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、ちなみにこのウクレレクラウドファンディングで皆さん販売しますので、お楽しみにしてください。詳細は後で公開します。いろんな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、私の大好きなアニメキテレツ大百科コロスケといえば睡眠不足、こちらの曲をやってみようと思います。これ可愛い曲ですよ。睡眠不足ってやっあれです、あれ。やります。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はなかなかこれは奥深いです。キメがバシバシ入ったかっこいいバージョン。やってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、ウクレレ弾いて歌いましょう。これですね、音楽苦手だと思ってた方もウクレレだったらね、大丈夫です。なぜなら簡単なんです。簡単なんだけど、ものすごく奥も深いですからね。もうなんかこう、ずっと楽しめる、ほんといいパートナーになってくれると思いますよ。で、音楽諦めた方ももちろんやってほしいんですけど、他の楽器、例えばピアノとか、バイオリンとかやってるよって方も、ウクレレ音楽をやるとまた全然違う感じですのでね。ぜひ気楽に始めてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどんできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクを貼りますが、このリンク先の初心者レッスンはここというところに行ってもらって、そっからね、数字の1番、2番、3番ってこう、動画が貼ってありますから、それウクレレ触りながら見ながらやってるだけで、あれ私も弾けちゃってんじゃんってすぐになりますからね。おすすめいたします。じゃあリンク行ってください。初心者ですのでここ行ってらっしゃい。クイック行ってらっしゃい。はい、そこはね、やっぱここ YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも無料で見られるわけですから、皆さん気楽に始めてください。そこにはね、今もうね、700曲ぐらいのねウクレレレッスン動画が上がってんです。ありとあらゆる音楽ジャンルです。最新 J-POP、 定番 J-POP、 アニメソング、あと洋楽、ハワイアン、夏メロ、映画の曲もいろいろあります。さっきのリンク先の下の方に行くと検索できたり、ジャンルボックスから選べたりするようになってますんで、いろんな曲に挑戦してみてください。さあそれでは行ってみましょう。コロスケのあの曲コロスケの曲ってんじゃないですけど、キテレツ大百科の、あのテーマ曲ですね。睡眠不足、まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。今日もいつもの睡眠不足、頭が痛くなっちゃうよ。いつもの学校のいつもの教室、あの子は今日も元気だね。私を悩ませる、私があの子を悩ませる、みんながみんなを悩ませる、みんな心を痛めてる。ああ空はこんなに青いのに、風はこんなに暖かいのに、太陽はとっても明るいのに、どうしてこんなに睡眠不足。ああ空はこんなに青いのに、風はこんなに暖かいのに、太陽はとっても明るいのに、どうしてこんなに眠いの。睡眠不足。はい、睡眠不足ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。今の長さはですね、テレビのオープニングのとあの長さですから、はい、よろしくお願いいたします。テロップと一緒にできるようになったら、今度はね、自分でノートに書いてそれを見ながらやってみてください。その時の参考になるようにこの私のノートを見ていただきます。ここにイントロって書いてあるんですけど、これはね、ちょっと初心者コードではないことを出てくるんで、かっこいいバージョンでイントロもやりますね。ここご期待ください。今はここから歌から始まりました。今日もって感じで始まりますね。あと、ここ下にくるっと書いてあるのは後半やるかっこいいバージョンでのガイドですけど、まあ後で解説しますけど、つったがたったったパーンってやつですよね。はい、これ決めていきます。今のはシンプル簡単バージョンで4つ右ですね、全部。はい、こんな感じです。ここもほら、下に書いてある。これはかっこいいバージョンでこれ、下を弾きますからね。忙しいです。はい、これがまあ最初始まって、ここ A メロですね。はい、一時停止でどうぞ。はい、ここも指令が書いてあります。タタッターとか書いてあるね。はい、
で、ここ、サビですね、サビ。で、サビは、繰り返しですね。はい、同時、スミスミスミ、これでここサビ繰り返し、この3行を繰り返すということになります。はい、こんな感じでございます。出てくるコードは、ちょっと今日も場所がなくなっちゃったんで、アルファベットだけですけど、C、Am、F、D7、G7、Em7。Em7 は今出てきてないかな。まあ、でもこれ基本コードですね。とにかくこのシンプルコードでできます。このコードは、ドン、これ。ガズレレ必須コード。必須ですよ。必須コードっていうのをですね、コード、ウクレレで音楽始めようと思ったあなた。8個のウクレレにとってものすごく便利なコードを最優先で覚えることをお勧めします。1個ずつ見るとすごく簡単なコードが8個。この8個を覚えてるだけで、いろんな曲が簡単にできる。こんな魔法のコードの集まりです。8個のね。これをガズレレ必須コードと命名してるんですけど、以前私が、わかりやすく解説してる動画をここに貼っとくんで、ガズレレ必須コード覚えてくださいね。ここをわかりやすく解説してるから。まずはこの最優先で覚えましょう。こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンでイントロつけますね。イントロはですね、まあ、ここに書いてあるんですけど、この D、G、C って書いてある。ここ、ハーモニクスって書いてあります。ここちょっと解説しましょう。まずコードね。D とか G ってあんまり出てこないんですね。D、まずこれ解説します。D は、押さえる場所。ここと、こことここです。こことこことここだから、こう押さえるのがいいかな。一弦は押さえてないですよ。はい。こうやって、人差し指一本で、ここの一弦をね、ここを反らして浮かす。してもいいですけど、まあ今からやる人はこれでいいと思うな。これで、指の角度ですよ。指が太くてもここで押さえられますから、結構。はい、D です、これが。次、これもちょこちょこ出てきます。G ですね。普通の G です。これね、はい。G7 とちょっと逆のイメージで、G は、ここと、ここと、ここなんですよ、押さえると。で、こうやって押さえるのが一応おすすめしてます。ここ、人差し指が3弦、中指が2弦、1弦、薬指が2弦。はい。で、これでもいいですよ。人差し指で押さえて、ちょんと立てる。これでも OK。はい。これ G を使うんですけど、ちょっとね、イントロやってみますんで、ちょ見ててくださいね。まず D から、ワン、ツー、スリー、ジャガジャーン、ジャガジャーン、ジャガジャーン難しいね。ジャガジャーン、こんな感じありますけど、これ、今 C で伸ばした後にハーモニクス、こうです。わかる？二弦と三弦の12フレットの上をこう、触れるだけなんですよ。わかる？音綺麗に出るでしょ。触れるだけ。こういうなんかこれハーモニクスって言うんですけど、これをやってみようと。もう一回。じゃじゃーん。こんな感じ。うまくいくかな、ほんま。このハーモニクスっていうのを用いたいと思います。はい。じゃんてーん。はい、これでやってみます。はい。で、全体的なリズムなんですけど、久々に出ましたね。書いてありますけど。スカビートと8ビート。スカビート&8ビート。スカビートやってみましょうか。今日もいつもの睡眠不足。つっちゃ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 。こんなリズムです。つっぱ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 。カッティングでキレがいい方がかっこいい。差がわかる？ A の弾き方こうよ。はい。もうちょっとかっこいい弾き方すると B の弾き方。カッティングでいちいち止める。これもかっこいい技なんですけど。まあ、ひとまずは、チャチタチパチパ。これはチャを弾いてアップやるって感じですね。チャッパチャッパ、スカビートと、で、サビでは、あー、そーらはこんなにってこんな風に8ビートのチャでいきたいと思います。スカビートと8ビートのチャ。OK ですね。この弾き方はここでリンク貼っておきますけど、ガズレレホームページの1枚でウクレレでできるリズムいろいろの中から、スカビートと8ビートのチャのやり方を勉強してください。動画で分かるようになっております。それでですね、決めがすごくいっぱいあるんですよ。ここ、さっきも言ったんですけど、これ。今日もいつもの睡眠不足、頭が痛くなっちゃうよと。つったかたったったっぱって書いてあるでしょ。これをやりたいんですよね。これ同じ C なんだけど、頭が痛くなっちゃうよ。こんな。これ結構16ビートの速さですけどね。これが決まるとね、こうなんていうか、マーチっぽい感じのね、雰囲気が出ると思いますね。これちょっと、なんていうのかな、16ビートの、カッティングできる人は、で止めてもいいし、
こんな感じ。これを折り曲げ、各所にこれ出てきますからね。つったかたんたんたんぱん。はい。で、どんどん行きましょう。ここ。睡眠、睡眠、睡眠、睡眠のところの、睡眠不足、ここ。かっこいいバージョンではここ。C、G7、A マイナー、E マイナー、7って行きます。ここ1個ずつ弾きますよ。はい。行きます。睡眠、睡眠、睡眠、睡眠。だから、睡眠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 不足。こんな感じになります。はい。ここね、ちょっと忙しいけど、やってみました。それでですね、B メロのあの子が私を悩ませるのところよく見てみますと、ここだな。たたったー、たたったー、たた、ちょっとノリが変わります。ここのところのリズムちょっとやってみましょう。これ8ビートですけど、こんな感じ。あの子が私を悩ませる、私があの子をたたったー、たたったー、たたったー、こんな感じです。ちょっと雰囲気が変わる。普通の8ビートは、じゃんじゃちゃんじゃちゃんじゃんじゃちゃん、あの子が私をたたったー、たたったー、たたったー、はい、ここたたったービートなんだから8ビートのちょっと雰囲気が変わってるやつということでございます。あと全体的にはこう睡眠不足なんだけど頑張るなりってやつですね。頑張るなりよ、こんなイメージの、まあ、メッセージ応援ソングみたいな感じだと思います。はい、心込めてやってみましょう。いや、いきます。睡眠不足ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ガズレレルかっこいいバージョンやってみました。キレがねやっぱりかっこいいですこれ。チャン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 パッとかこのパッって感じがね、こうマーチっぽい感じがこういう可愛らしいコロスケな感じがこうコロコロコロスケみたいな感じが出ると可愛いなと思うんですけれどもね。寝不足の人はこれ歌って元気出しましょう。ありがとうございました。さあガズレレいろんなことやっております。日本全国駆け巡るイベント情報、あとはこのウクレレのクラウドファンディング、これぜひ皆さんお楽しみにしてください。もうそろそろ情報公開ですよ。来週の25日の正午にクラウドファンディングスタートです。そんなような情報をこれからちょっとお時間ある方ご案内動画見てください。よろしくお願いします。チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。それでは皆さんありがとうございました。さよなら、バイバイ、ご案内どうぞ。はい、そういうわけでまずはですね、ホームページを見てください。ガズレレ .com です。ここに大体のこと全部書いてあります。リンクここに貼っておきますね。でですね、このウクレレのクラウドファンディング実はスタートさせることになっていたんですけども、遅れに遅れて予定より1ヶ月遅れて、開催日がスタートが決まりました。6月25日の正午です。その時にこのクラウドファンディングのページがレディフォーというサイトで公開され、そこからスタートになりますので、ホームページにそのことを逐一公開して、この YouTube とかブログでも毎日毎日そのことについて何か発信していくんで、フォローよろしくお願いしますということになっています。はい、6月30日長野県長野市でガズレレやります。なんとですね、中日新聞さんにご紹介いただきまして、この記事が出ましてですね、本当にもう驚きなんですけど、信濃の国歌いましょう、長野県の歌ですね。私長野県出身なんでね、
はい、これよろしくお願いします。でその後にあるのがこちらの大イベント、代々木公園で行われる1000人ガズレです。1000人でバーンと思いっきり歌おう、5曲もう 5曲決まってます。そしてね、入場無料、参加申請事前申請不要です。勝手に当日来てください。で11時半に集まって練習して、12時半から本番のステージドーンと1000人でやりましょう。1000人どころかもっと来てくれてもいいんですよ。とにかく集まってください。一人でこわあの不安な方は仲間いっぱい呼んできてください。歌うだけでもいいからね。とにかくやる曲5曲、その辺のこといろいろ詳しく集合場所とかここにリンク貼っておきます。こっちの方もよろしくお願いいたします。はい、でイベントもどんどん続きますよ。奈良に行ったりとか、もう山梨行ったりとか、まあ、ずっと日本全国津々浦々なんで、とにかくホームページでちょ要チェックです。よろしくお願いします。いろんな本出してます。このガズレール100曲入りのリットミュージックの本出たばっかりで、まあベストセラーいただいております。もう売れております。ありがとうございます。なんで売れてるか、それは簡単だからでございます。100曲も入ってるし、ぜひご活用ください。楽しく音楽やりましょう。ガズレで盛りだくさん、この夏も行きますんで、よろしくお願いします。はい、ブログもいろいろ書いてますからね、お願いします。さようなら、バイバイ、じゃあ。